はい、どうもヒーローゆうきです。明日ですね、名古屋キャンピングカーフェアがあるということで、今前日なんですけども、今日はですねちょっと前乗りしようかなと思ってます。で、今いるのが千葉県市川市なんですけど、ここから愛知県の方に行こうと思います。で、名古屋キャンピングカーフェアの会場は中部国際空港の隣の愛知スカイエキスポというところなんですが、今日はそのちょっと手前のところで前乗りしてですね、道の駅豊橋というところで車中泊しようかなと思ってます。なので愛知県豊橋市にまずは一旦向かおうと思います。で、高速で行けばすぐなんですけど、まあ、多分下道でも行けんじゃないかなと思うので、ちょっとね下道で行ってみようじゃないかと思っています。で、どのぐらいかかるのか今ちょっとナビで見てみました。ナビで見てみると今ね、高速で4時間22分ですね。4時間22分なんですが、これをルートリスト、下道だと、あ、8時間とかかかりますね。8時間。じゃあこれで行きましょうか。まあこの前ですね、前回東北福島県まで下道8時間で行ったら、まあ結構余裕で行けたんで、今回も余裕でしょう。じゃあこれで下道で8時間13分。目的地までおよそ 310km です。8時間15分ぐらいかかります。うん、今朝の6時なんですけども、到着予定時刻が午後2時11分。まあ多分ね、休憩とかなんだかんだ挟んで3時ぐらいかな、夕方3時4時ぐらいには着けたらいいかなって感じです。では行ってみたいと思います。そして今日もみるみるランドのエブリー、みるり、ヒョウ柄の4インチリフトアップしたエブリー、これで出発します。では行ってみましょう。みるみるランド出発です。まだ夜明け前なんですけども、ちょっとだんだんね、外が明るくなってきたかなって感じです。今日は一日中下道でのんびりドライブの日ですね。雨が降ってるんですけど、天気予報では徐々に止んでくるそうなんで、早く止んでくれることを期待します。ちょっと小雨が降ってますね。こんな感じで。ちょっと小雨が降ってますが、雨の日はやっぱりね、なんか運転するのにいろいろ神経使うんでね、なるべく晴れてる方がいいんですが、薄暗い中を走っていきます。今日はね、3連休初日なんですよね。金土日って休みで、今日は金曜日なので、まあ、その辺の道の混み具合とかもですね、まあ、連休初日っていうと高速道路とかよく渋滞しますとかって流れるんですが、まあ、今日は高速使わないで下道だから、まあ、下道も空いてればいいですけどね。で、静岡通って、愛知なので、まあ、海沿いでも今日あれかな、雨曇りだから、晴れの日だと海が見えてくると、うわー海だってなりますけど、雨の日とか曇りの日ってあんまりね、海見てもテンション上がんないですよね。今時刻は6時45分。すっかり夜が明けて朝になりました。で、今ね、都内を走ってるんですが、ここですね、新大橋を渡りまして、で、ここから、日本橋に入ります。今んとこ渋滞もなくスムーズに走ってますね。永大通りに入っていきます。茅場町ですね。はい、道がね、都内の道がスカスカですね。走りやすい。ずっとこんな感じだといいんだけど。そして、はい、東京都心部のビル群です。東京都心部ビル群の中を氷が駆け抜けていきます。雨にしとしと打たれながら、ここ日本橋駅のとこですね。呉服橋っていう名前がなんか渋い。ここが八重洲一丁目。東京駅の近くを今ね走ってますね。なんかやっぱり雨の日って昼間でもちょっとどんよりして暗いですよね。そしてここ曲がると、もうね、左前が東京駅ですね。正面、このビルの向こう側が東京駅になってます。間もなく右手側に東京駅が見えてきます。ちょっと今バスと並んでしまいますが、はい、この右手側に今見えてますのが東京駅でございます。八重洲口方面ですね。東京観光ですね。まあ、今まだね、朝7時前なので、休日の7時前6時50分なので閑散としてますが、これ平日だったらもう今頃の時間からだいぶ人がざわざわっとねなってると思うんですが、
休日の朝、静かな時間帯です。東京駅の駅前ってそんなにね、なんかわちゃわちゃしてないんですよね。まあでも最近はすごい高層ビルが、立ち並んでますが、タクシーはバンバン飛ばして走ってます。はい、東京駅通過で、東京駅を通過すると今度はですね、銀座、目の前に見えてるビル群が銀座です。ザ銀です。スキヤ橋のところを曲がるんですね。まあ、銀座もですね、休日の朝となれば閑散としてますよ。はい、銀座ですね。銀座一丁目駅、特になんかね、パッとしないというかパッとしないっすよね。これ夜とかだったら銀座のネオンが、あ、綺麗ですねみたいな感じなんでしょうけども、雨の日のね、朝は、休日の朝、特にそんなこれといった見どころもない感じですね。雨の銀座です。銀座とか僕そんな詳しくないんで、逆にカタリストレーナの方が、月島に住んでますので、まあ、この辺よくね、銀座とかよく散歩してるって言ってましたけどね。ここが新橋ですね。ここが新橋です。新橋もほとんど来ないですね。ここも平日だったら今頃人がもうね、わさわさってなってると思うんですけど、さすがに休日の朝、ガラーンと静かですね。なんかね、目の前のビルがいかにもオフィス街って感じしますよね。虎ノ門です。虎ノ門にやってきました。まあこっちの方も全然来る機会がないんですけど、こういう時に通り道として通り過ぎるだけですね。なんか本当なんかの用事がないとね、来ないですよね。まあどこもそうっちゃそうなんですけど、赤坂の方に入っていきます。赤坂一丁目です。うん、東京って感じしますよね。やっぱり東京の真ん中、ちょっとした東京観光を楽しんでます。セルフ東京観光。でもやっぱり晴れてる日がいいな、東京都内もね。晴れてる日の昼間か、もしくは夜ね、夜の夜景っていうのかな。雨の日の昼間は見どころがないというか、いまいちパッとしないですよね。しょうがないっちゃしょうがないですけど、スイスイ走れてるからまだね、いいですけど、これで渋滞にでもはまったりしたらもううわーってなりますけど。今青山通りを走ってます。青山、なんか青山っていうだけでおしゃれって感じがしますよね。一度でいいからなんか住んでみたいところですね。表参道ですね。原宿の方にやってきました。神宮前、そしてここから渋谷に入っていきます。渋谷も道がガラガラ空いてます。休日の朝7時15分、車も人も少ないですね。渋谷駅の下をくぐって通過します。ちょうどこの上がですね、渋谷駅になってます。渋谷駅の下通過、はい、くぐり抜けました。渋谷もやっぱりね、休日の朝ともなれば全然人が少ない。そしてここから厚木三軒茶屋方面向かって走っていきます。というわけでね、休日の朝の静かな東京都内、東京観光でした。あと多分ね、こっからはそんなに大きな見どころとかもなく、淡々と走る感じになると思いますので、淡々と走っていきます。みるみるランド、出発してから3時間が経過して、時刻は9時です。湘南平塚にやってきました。もう間もなく海が見えてくるんじゃないかなというふうに思います。まだ小雨が降ってるんで、そんなにね、景色は良くないと思いますが、海の近くまでやってきました。もう間もなく海が出てくるはずです。この正面ですね、この向こう側が海、相模湾
小田原の方に向かって、はい、走ってます。1号線ですね、国道1号線静岡沼津方面、今ね大磯を走ってます。東海道1号線で左手側に海があるんですけど、道がね完全に海沿いではないので、ちょっとね肉眼で海を確認することはできないんですが、もうすぐこの建物の裏側が相模湾になってます。ちょっとね海がわーって見たかったんですけどね、どっか見えるとこあんのかな、この先見えるとこがあればいいですが。はい、今ね箱根峠なんですけども、雪ですね、なんと雪です。なんか周り雪積もってますね。いやーまさかの雪ですよ。いやなんかね雪だとは思わなかったですね。まあそういえばね2月、まだ2月の下旬なんで、まあ、雪になってもおかしくないなっていうのはありますけど、まあ、積もってないからまだいいけどね。箱根峠は雪でした。はい、時刻は間もなく15時になろうとしてます。出発してから約9時間経過。なんかねもうあっという間ですよ。あっという間、もうすぐ道の駅豊橋に到着です。で雨はどうなったかというと全然止んでないですね。もうずっと雨降り、ここに来るまでずっと小雨でした。もう今日は止まないのかな、しょうがないね、止まないです。まあこういう時もあるでしょう。今日は小雨の中をずっと9時間走りっぱなしでした。途中ですね疲れたら休憩しようと思ってたんですけど、結局ノンストップじゃない、一回ガソリンスタンドで給油して、まあ、その時にトイレ休憩しただけで、まあ、あとそれ以外はずっとぶっ通しでここまで来ました。気づいたらもうあっという間にね着いてましたね。あと5分ほどで到着です。案内が出てきました。あと 500m です。雨がね止むどころかさっきよりも本格的な雨になってますね。あでも遠くの方がちょっと若干晴れてんのかな。まあそれにしても雨足は今のところ強いですけど、ここを側道を入っていくと、そしてもうちょい先だ、7レインター、これを右に曲がると、ああ見えた見えた、あそこですね。今日やっぱり休日だから車が多いですね。はい、ここです、道の駅豊橋到着。よし到着、着いた着いた、駐車場は満杯です。どっか空いてるとこないかな、みるみるランド。はい、では到着したので道の駅見てみましょう。ご覧の通りめっちゃ雨降りです。だいぶでも小雨になってきたけど寒い。みるみるランドのエブリーみるり、これで9時間ぶっ通しで走ってきました。お疲れ様でした。車がずらーっと並んでます。やっぱり休日連休初日なんで、雨とはいえ皆さん道の駅来てますね。でここはね比較的新しい道の駅ということで、建物がやっぱりすごい綺麗ですね。なんかトレーラーが置いてあります。道の駅豊橋、ここはコーヒーだ、カフェですね。おしゃれなトレーラーのカフェです。じゃあちょっと直売所の方も見ていきましょう。入ってすぐのところにゴミ置き場がありまして、自転車のレンタルとかもできるんだ。インフォメーション授乳室とかトイレもあります。
ここはフードコートみたいな感じですね。で、いろいろ売ってます。シネフランク、これレストランですね。もらったね。一生です。芸能人のサインもあります。美味しそう。お持ち帰りメニュー。あー、ひつまぶしもいいな。マッターホーンのお裾分けバタークリーム。お酒コーナー、地ビール的なもの。ちくわ、焼きたてちくわ。なんかちくわが有名らしいですね。作り置きなし。あ、これ焼いてるんだ今ここで。ちくわ焼きあご、まあ、昆布だし。豊橋の美味しい。お、なんか美味しそうなものがいっぱいあります。東三河のブランド大葉。豊橋はトマトの名産地。そうなんだ。トマト万能だれ。いや、なんかいろいろ美味しそうなのがあるぞ。これは何にしようか迷っちゃうな。ご当地サイダーとかもあるね。三河のミントをたっぷり使用。すごい花の匂いがします。お花畑の匂いがします。高級食パン、コッペパン非売品限定プレゼント。平日6時、16時から17時にご来店のお客さんに限定プレゼント。モーニングセットとかも。肉ラバ、つぼ焼きで、こっちが食祭村アグリパーク。服が売ってますね。こっちにも植物がずらっと並んでます。エビせんべい、美味しそうなイチゴ。豊橋の果物。うわ、でかいイチゴ。あ、白いイチゴもありました。天使のイチゴ。地元の野菜がめっちゃ安い。あ、こっち野菜とか果物とか。人参、人参大量ですね。480円。広いな、めちゃくちゃ広い。いろんな果物とか野菜があって、いやすごいね、広いね。それにしても地元の野菜がダダダダーといっぱい来ます。これは何にするか迷うな。ちょっとね、向こうもあるしこっちもあるし、何を買っていいか迷っちゃいますね。まあ、とりあえずじゃあなんか食材見繕って買っていこうと思います。今中見てきたんですけども、すっかり雨が上がりました。ここ出てきてこっち側に連絡通路があって、これ渡っていくと向こう側の駐車場行けるんですね。反対側、向こう側行ってみましょう。どっちに止めるか問題。こんな感じの連絡通路で、この階段登ってくると、はい、反対側の駐車場。こっちはさすがに空いてますね。あ、で、大型駐車場なんだ、こっち。トラックとか大型トラックが止められるような駐車場。こんな感じになってるんですね。ちょっとね、こっちはね、大型トラックとか止まるとアイドリングとかしててうるさいかもしれないですね。ってことはやっぱり向こうの駐車場の方が静かに車中泊できると思います。
いやでも雨が止んでくれてよかったです。もうこのまま止まなかったらどうしようと思ってましたが、やっぱりね持ってますね。僕晴れ男です。よかったよかった。でこっちの反対側の駐車場の方にもトイレがあるんですね。お手洗いとそして情報コーナーとか休憩所とかもあるんだ。あ親切じゃん。売店はないけど一応トイレとか休憩スペースがあるということで、親切な道の駅ですね。こちらに展示案内板があります、うん、休憩スペース、あったかい。ここであったかく過ごせるんですね。で向こうがトイレになってます。すごい綺麗なトイレです。やっぱり新しい道の駅はいいっすね。トイレが綺麗。みるみるランド、買い物とかなんだかんだしててもうね夕方5時になりました。夕方5時でもやっぱり連休なんでね、車駐車場はいっぱい止まってます。であそこの売店はね6時までやってるんでまだお客さん来るんじゃないかな。ですっかり雨は上がって向こうの方はちょっと夕焼けっぽくなってきました。で、こちらミルミルランドのエブリーミルリーですね。今日はここで車中泊します。で、車内はもうね車中泊できる宴の準備しています。はい、中こんな感じです。助手席側のシートを倒してその上、はい、テーブルみたいな感じにして荷物置きにしてます。で、いつものねこのスタークRのこの収納ボックスで冷蔵庫で、あそうそうそう、ですねエコテックさんのルーフテントをつけてからめちゃくちゃかっこよくなりました。外観がこれがかっこいいですよ。もちろん上でね寝れて寝心地も普通に良くて、で上にキャリアがあるんでこの上に荷物も積めるんですが、見た目がすごいワイルドでかっこよくなりました。そしてはい、この天井ですね、天井の板張り、これがミノムシファクトリーさんにつけていただいたかっこいい天井ですよ。これ家具職人、ベテランの家具職人が作る。でこの前ですね、関東キャンピングカー商談会でいろんな方に見ていただいたんですが、すごい評判良くてですね、あとこの手触りがすごいいいねと言っていただきました。ツルツルなんですよ表面、ワトコオイル仕上げで中入ります。でこの照明ですね、この上の照明はこのリモコンで明るくしたりとか暗くしたりとかできるし、あとちょっと黄色い光からこう白っぽい光にすることもできます。これめちゃくちゃいいっすよね。これが一番暗い、もうちょい明るくしよう、こんな感じで。今日まだ寒いので、はい、こちら充電式の湯たんぽ持ってきました。でこちらがですね K-WAX さんに取り付けていただいたサブバッテリーシステムです。ちゃんとこの K-WAX さんっぽいね上質な家具、これをミルリー仕様に作っていただきました。リチウムイオンバッテリーとインバーターと走行充電入ってます。でここからこの電気の線を取ってます。はい、でこちらが加藤モーターさんにつけていただいた棚とテーブル、これがめちゃくちゃ便利なんですよ。これここがねいつもこのティッシュを置いてるんですけど、ここがすごい使える。であとこのテーブルはこのね水気動機っていうのがあるんですけど、これ加藤モーターさん新潟県燕市なんですけど、燕三条の伝統工芸品、1枚の銅を叩いて作る水気動機というね、これもつけていただいてます。そしてこの天井の奥には、断熱、加藤モーターさんと一緒に手ほどき受けながらうちらも一緒にね入れたこの断熱が入ってます。こちらが本日道の駅で買ってきた食材たちです。いろいろ買ってきたんですけども、まずキャベツ見てください。愛知県産、豊橋のキャベツなんですけど、これ一玉50円、めちゃくちゃ安い。これで50円ですよ。もうなんか50円なんかただみたいなもんじゃないですか。この一玉が50円で、これ安かったんでキャベツどうやって食べようかなと思って、なんかねこんなのが売ってたんで、キャベツのうまつゆ、これで鍋にしようかなと思います。ニンニク醤油、博多もつ煮風のニンニク醤油、美味しそうじゃないですか。キャベツ1/2玉で美味しい。
で、これに合わせて野菜を買ってきました。こちらネギですね。このネギも安いんだよな。白ネギ。これも1本80円。1本っていうか、まあ、1本ですね。1本80円です。はい。で、あとこちら、三河の大豆の、木綿豆腐です。消耗剤無添加。豚肉、激安と書いてあります。愛知県産の豚の細切れ。362g で427円。これも安いですよ。こちらはですね、愛知のガマゴーリみかんのクラフトチューハイです。で、あと普通の氷結。お得用、イカの姿フライ。折れって書いてあります。折れてるんですかね。はい。折れてるやつ。これおつまみ。明日の朝食ですね。米粉入りパン、抹茶ミルク。これ明日の朝いただきます。で、あとデザート。シフォンケーキ、紅茶、350円。豊橋市で作られたやつ。美味しそうなシフォンケーキ。大きいカップと小さいカップ2つ入ってます。なんかお得感がありますね。これらのラインナップで本日は車中泊やってきます。ちなみに今ね、外が 7.4 度で、車内が 14.6 度です。まあ、ちょっと肌寒いかなって感じですね。まずじゃあ乾杯しましょう。はい、じゃあこちら、愛知蒲生みかんチューハイ。これで乾杯します。うわ、いい音するなぁ。美味しそう。はい、ではお疲れ様でした。乾杯。うわ、最高です。うわ、美味しいこれ。ガマゴーリみかんクラフトチューハイ。めっちゃ美味しいです、これ。イカの姿フライ。そのまま食べるのももちろんいいけど、お好み焼きに入れてとか、焼きそばに入れてとか、ディップしてクリームチーズやからしマヨネーズをつけておつまみにぴったりと、おお、いろんなアレンジあるんですね。カリッと香ばしく揚げたイカ風味の姿フライです。ビールや日本酒のおつまみはもちろん、おやつにもぴったりですと。こりゃそうだよ。うわー、イカのいい香りがします。イカのいい香りがします。おいしそう。いただきます。間違いない。間違いない美味しさだ、これは。うん。今日ね、朝も昼も食べてないんで、初めての食べ物が、イカの姿フライ。めちゃくちゃうまい。あ、もうこれ何杯でも食べれちゃいますよ。あ、そうだ、今日ね、米持ってきたから米炊こう。やっぱり鍋の締めといったらおじやにしたいんで、米を水に浸しておかなきゃいけないんで、これ食べたらそれをやります。今ね、夕方5時過ぎたとこなんですけど、向こうにね、やっと太陽出てきましたよ。今頃になってやっと太陽出てきた。もうちょっと早くね、晴れてくれたらよかったんだけどね。ちょっとピンボケしちゃって、あ、はい、やっと今頃5時になって、夕方5時です。でも本当最近だいぶ日が伸びてきましたよね。だんだん冬から春になりつつあります。で、米は今日もこちらですね、ちょこっと家電で炊こうと思います。米ですね、これ1合持ってきたんですけど、1合だと多いのでこんなにいらないので半分にします。 0.5 合。これね、ちょこっと家電は 0.5 合ぐらい炊くのがちょうどいいんですよ。目分量でこんなもんかな。多分こんなもんでしょう。水も目分量で、とりあえず適当です。水も適当に入れます。こんなもんかな。とりあえず適当に入れました。これでちょっと水を浸しておきます。鍋はですね、これで調理をしていきます。こちらはですね、ガスストーブなんですけど、ジンユーってメーカー、まあ、これね、あのメーカー名別でいろいろ出てくるんですけど、ガスストーブ、暖房としても使えるんですが、後ろね、はい、ここにカセットガスをセットして、普通のこういう CB 缶ですね、これをここにセットして、ここがマグネットでカシャンってつくんで、まあ、こんな感じでセットして、で蓋をしてあげて、あと普通にここで点火します。はい、そうするとこんな感じで普通に暖房器具として使えるんですが、まあ、それだけじゃなくて、このハンドル部分ですね、このハンドルを
ここロックあるんで、このロックを外して、カシャーンってやって、で、これを、はい。これ横向きにするんですね。こうしてあげると、この上で調理ができるという、調理器具としても使えるし、暖房器具としても使えるっていう一大二役の優れものです。これで鍋をやっていきます。見る見る、なんだ。キャベツをカットしていきます。太田みどりさんのキャベツ、50円キャベツ。いや、ほんとね、50円って安いっすよね。もっとキャベツの美味しい食べ方。ざく切りにするといいよということなので、ざく切りにしていきます。ちなみに、キャベツ、ニラ、絹豆腐、豚バラ肉ということなんですけど、ニラが売ってなかったんでね、今回ネギで代用しますけど。まず半分に、ザクッと。ザクザクッと。ふっふっ。半分にカットできました。そしたら半分でいいかな？これさすがに一束はちょっと一人で食べきれないでしょう。鍋もこのサイズなんで、キャベツ一個入れたらもう入んないもんね、そもそもね。これをさらにカットしていきます。ドーン！うん。そしたらあとはざく切りにして鍋にぶっ込んでいきます。ドーン！ドーン！ざく切り！ざく切り楽しいよね。カットしたやつをもうどんどん鍋に放り込んでいきます。わあ、すごい、なんかね、キャベツの匂いですね。青々しいキャベツの匂いが充満してます。4分の1でも多いな。でもね、これ残してもしょうがないんで半分いっちゃいましょう。ざく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 、量産型ざく切り。うわ、キャベツでいっぱいんだぞ、これ。まさにキャベツ鍋じゃないですか、これ。キャベツ、うわ、もうキャベツ満杯だな、これ。さすがにこれはね、キャベツしか入んないんで、ちょっと半分取っときましょう。第2弾やるときのために、半分、こっちのシェラカップに、避けておきます。さすがにキャベツオンリーの鍋はね、寂しいんでね。はい、じゃあネギカットしていきまーす。ネギもざく切りでいきましょうね。ぶつ切り。ざく切り、ぶつ切りで。ドーン。斜め切りでいきますか。うわー、ネギの青々しい香りがしてきました。で、ネギもカットしたやつは鍋の中に。ドボンドボン。豆腐なんですけど、豆腐は水が出るので、水をですね、固めてポン。これで凝固剤ですね。これで固めていきます。で、まず凝固剤を袋の中に入れておいて、怪しい粉ですね。怪しい白い粉です。この上で汁を出します。そうするとね、これが固まってくれるんで。固めてポンはほんと便利で、こうやっておくとね、液体がどん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 固体になるんですよ。これで固めていきます。豆腐をカットします。まず半分、よし、落ちろ落ちろ、よし、落ちた落ちた。半分は残しておきます。はい、そして肉ですね。豚肉、豚バラを入れて、美味しそうじゃないですか、これ。てんこ盛りになりましたね。だいぶてんこ盛りになりました。もうこれ蓋閉まんないぐらいてんこ盛りになったんですけど。キャベツ馬鍋のつゆを入れていきます。これよく振って、こぼれないようにね。こぼれないように慎重に入れていきます。材料入ったんで添加していきます。着火。これは楽しみだな。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。蓋閉まるかな、閉まんないけど、まあとりあえず乗せておきましょう。あ、とりあえず閉まった閉まったっていうか、上に乗せておきます。そのうち沈んでいくでしょう。はい、これで鍋開始です。ちなみにですね、車内でガスを使うときは必ず窓を開けて換気しておきましょう。今、両側の窓を開けてあります。
これ窓開けておかないとね、一酸化炭素中毒でやられちゃうんでね、下手したら命を失ってしまう恐れもあるので、ガスを使うときは必ず換気をしましょう。氷結いただきます。シュワシュワシュワ、いい音してます。いただきます。いや今日も最高の車中泊ですよ。楽しいっすね、やっぱり車中泊ってね、いつやっても。でも今日は、9時間ずっと下道ドライブしてきたわけですけども、もうなんかね、ほんと一瞬でしたよ。疲れたら途中で休憩しようと思ってたけど、全然休憩しなくて、ほんと給油ガソリンが満タンにしてれば、全然給油しなくてここまで来れたと思うんですけど、まあ、ちょっとね、ガソリンなくなったんで途中でスタンドに寄ったんですけど、そのぐらいです、本当に。それがなかったら本当にノンストップで9時間ずっと。でも僕ね、本当に延々と運転してられるんじゃないかなって思います。そろそろいいかな、ちょっと開けてみましょう。いきます。オープン!テレレレッテテー、うわ!めっちゃ美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか、これは。おー、めっちゃ。めっちゃ美味しそう。いい匂いしてます。めちゃくちゃいい鍋の匂いが漂ってますよ。これ豚肉もいい感じですね。よし、これはもううまいの間違いないね。キャベツの馬鍋、イエーイ。もうキャベツがトロットロになってます。うおー、いい感じいい感じ。あー、肉も美味しそう。うわ、これはこれは美味しそう。っていうか美味しいぞ。これ絶対美味しいぞ、これ。こんな感じですよ。これ絶対美味しいじゃないですか。では、キャベツの馬鍋いただきます。じゃあまずキャベツからいきますかね。キャベツトロトロです。いただきます。うま。キャベツの旨味が引き出されてます。うわ、これ美味しい。ニンニク醤油の味のする鍋です。ああ、ネギもトロトロ。美味しい。うお、アクアク。うまい。これはうまい。じゃあね、肉もいってみますよ。豊橋さんの豚肉。いただきます。うお、最高。もう幸せですね、これ。ミルリーの車内であったかいキャベツ鍋、身も心もホクホクに温まります。うまっ。やっぱりこれね、キャベツがうまい。キャベツが美味しくなる鍋ですね、これは。豆腐もいってみましょう。豆腐、うわ、間違いないわ。豆腐も美味しいです。いや、これはうまいわ。うわ、最高。キャベツのうま鍋最高ですよ、これ。みるみるランド。はい、ではちょこっと家電で、ご飯炊いていきます。炊飯。ちょこっと家電はね、スイッチとか特になくて、コンセント差し込むともうね、電源入るんですよ。なので、軽ワークスさんに取り付けていただいたこのサブバッテリーシステムね、リチウムイオンバッテリー、これに入れて、で、このインバータのスイッチオン。はい。これでもうね、ちょこっと家電、電気入りました。これでね、米、0.5 合分だったらこれで炊けます。で、今、鍋の方は第2弾、具材をね、投入しました。もうね、豚肉全部入れましたよ、もうこれ。キャベツ半分の残りと、ネギの残りと、豚肉の残り全部入れました。これ第2弾。そして米も炊くと。もう結構お腹いっぱいになってきたんですけど、これ全部食べきってやろうと思います。これね、ほんとね、キャベツがすごいトロットロなんですよ。これめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ道の駅豊橋に来た方はぜひこれやってください。キャベツの馬鍋、キャベツも安いですからね。キャベツ馬鍋の方もまた第2弾グツグツ煮えてきました。そしてお米の方もだいぶね、いい感じで炊けてきましたよ。これグツ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 なってます。いい感じで炊けてます。これのおじやめっちゃ最強じゃないですか。これちょっと楽しみですね。いやー、勢いよく沸騰してます。みるみるランドのエブリーミルリーの車内は今こんな感じになってますけども、こんな感じの空間で車中泊をしています。
一人宴会を楽しんでおります。最高です。下道9時間かけて下道をのんびり走ってきた甲斐がありました。こういうのが待ってるって思うと頑張って走れますよね。車中泊ね、やっぱり楽しいんですよね。このいつもと違うこの空間、ここにいるっていうだけでも楽しいんですけど、さらにね、この地元の美味しい食材を買ってこうやって調理して楽しむ、お酒を飲みながらまったりと楽しむこの時間が何よりもの贅沢な時間に感じられます。いつも思うんですけど、鍋の具材、特にキャベツとか白菜って入れる前はてんこ盛りなんですけど、こう火が通ってくると急になくなりますよね。一気にね、量が少なくなるっていう、これがもう不思議でもないですけど鍋やるといつも思うところです。いやー美味しそう。第2弾も美味しそう。食べきれるのかっていうのがちょっと心配ないですけど、食べきりますよ僕は。はい、フードファイターになります今日は。米も食べてやりますよ。 0.5合なんか余裕ですよ。もうこれだいたいいい感じですかね。いい感じかな。じゃあ、あんまりやると今度ね焦げちゃうとあれなんで、スイッチ消したいところなんですが、スイッチがないのでインバーターのスイッチをオフにします。インバーターのスイッチオフで、コンセントを抜く。で、あとは蒸らしです。これでちょっと蒸らします。車内の温度と湿度がやばいことになってます。外が 5.1 度で車内が 20.3 度、気温 20.3 度、湿度が 69%、 約 70% です。すごい湿度がすごいですね。熱気ムンムンですよ、もうこの鍋とお米の水蒸気で熱気ムンムン状態です。常夏状態です今。まだね、今2月下旬なんですけども、この車内は常夏状態になってます。熱気ムンムンです。米が炊けたので、これねおじやにしようと思うんですが、その前にちょっとこの炊きたての白飯、これもちょっと行ってみたいと思います。炊きたてのこのご飯がまたいいんすよね。こんな感じ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですかこれ。はい、これをですね、ちょっとだけ、一口だけいただきますよ。もう一口、二口いただきます。で、あとはこれおじやにします。はい、では白飯いただきます。炊きたてのご飯、うまっ。やっぱいいね、炊きたてのご飯。このキャベツ馬鍋のこの肉をおかずにしながら、そして白飯、うんまっ、間違いないじゃんこれ、最高です。だいぶお腹いっぱいになったんですけど、ただちょっとね、食材残してももったいない、もったいなくはないですけど、ちょっと今回食べきってやろうともう宣言しましたんで、食べきりますよ。さっきからこのてんこ盛り、これをね山盛り食べて、やっと具材がなくなったんで、この白飯を中に入れておじやにしていきます。食べきれるかどうか、というか食べきるぞ。何の格闘してるのか分かんないですけど、こういうとこなんか燃えますよね。一人のこう自分との戦いみたいな、一度決めたら最後までやりきるぞみたいなね、そういう変な闘争心に、僕は今火がついてます分かんない、謎の闘争心なんですけど、はい、おじやにしますよ。っていうか、このさ、つゆ自体がさ、3人から4人前ですからね、通常。それを僕が一人でやっつけてるっていう。多分具材も、今回ね、キャベツ半玉とネギ1本と、豚バラ300何十グラム。もう多分3、4人前の具材だと思うんですけど、それを一人で。やりますよ。やるときはやる男ですよ。ヒーロー勇気。ガス点火。バホッと。よし。そしてこれをまた食べきると。はい、おじやがね、出来上がってきました。オープン、パラパパパパ、いい感じですね。グツグツなってます。いや、もうかなりお腹いっぱいなんですけどただやっぱりこれ美味しそうなんで、これもうね食べちゃいますよ。食べます。おじや、めちゃくちゃいい匂いしてますからね、これ。もうなんか、美味しいに違いないんですよ、これ。さすがにデザート用に買っておいたシフォンケーキはちょっともう、
さすがにお腹に入んないかもしれないですけど、このおじやは食べきってしまいたいと思います。ほら、これ、おいしそう。では、締めのおじやいただきます。おいしいに決まってんじゃないですか、こんな。うまい。間違いない。この、うまみが凝縮された豚肉とキャベツとネギのうまみが凝縮されたこのつゆを美味しいお米が存分にこう吸い取って吸収して、うまみが詰まったお米です。美味しくないわけがない。めちゃくちゃうまい。うん、最高の締めですね、これは。みるみるランド、今ね、夜の9時になりました。だいぶ外は冷え込んでますが、ここがトイレで、こっちは明るいんですけどね、こっちの駐車場こんな感じ。さすがにね、連休3連休初日の夜ということで、駐車場車がいっぱい止まってます。こんな感じ、駐車場も明るいですね。で、じゃあちょっとね、向こうの駐車場も見てみましょう。反対側の駐車場も車が止まってるのかどうか。今トイレに行ったら視聴者さんに声かけていただいて、いつも見てますと言っていただいてありがとうございました。レクビーさんのキャンピングカーを、今納車待ちということでね、福井の方だったんですけど、いいですね。昨日、あ、今日ね、もう今日から名古屋のキャンピングカーフェアやってるんですけど、その方は今日行ってきたということで、人がものすごいいっぱいいたということなんで、多分明日もいっぱいいるんじゃないかなというふうに思います。あ、これ自動で明かりがつくんだ。今ここ暗かったから、暗いのかなと思ったらね、センサーで自動で明かりがつきました。これいいっすね。明るいとやっぱり安心しますよね。夜真っ暗だと怖いですからね。はい、こっちの駐車場はやっぱ連休だからトラックとかはそんなに止まってないかな。でもやっぱりね、トラックやっぱアイドリングしてるんで音はしますね。で、車中泊する車も結構止まってるわ。こっちも結構止まってます。やっぱ連休はね、みんなそうだよな、車中泊しますよね。大きな道路沿いなんで、こんな感じでね、トラックの走る音とかこういう騒音はありますが、ちょっと音に敏感な人はあれかな、うるさくて寝れないとかっていうのもちょっとあるかもしれないですけど、まあでも車中泊に慣れてる人だったら全然余裕だと思います。じゃあちょっとミルリーに戻ります。本当ね、いっぱい車が止まってます。こっち側もずらっと車が止まってますね。多分この人たち皆さん車中泊するんじゃないかなと思います。ミルミルランドのエブリーミルリーです。でもうね、寝る準備してあります。はい、こんな感じで寝袋セットしました。ベアーズロックのシュラフ、これはですね、使用最適温度12度からマイナス12度、使用限界温度がマイナス34度、なので寒い冬でもこれがあればもう暖房いらず、 FF ヒーターなくても余裕で暖かく寝ることができます。ベアーズロックの寝袋だけでも全然暖かいんですが、足元がね冷えると思うんですよ。外がもう今 3.5 度まで下がってきたんで、車内は約15度ありますが、まあ、多分ね、車内もだんだん冷えてくると思うんで、これですね、コロマル湯たんぽ、これは充電式の湯たんぽです。これあるとね、めちゃくちゃあったかいんですよ。これを、充電していきます。もうね、お湯沸かす必要がないですからね。これ15分充電するだけでもうあったかくて、でこれが、6時間から8時間持つんですよ。安価として6時間から8時間、回路としては4時間、電気代が約2円、経済的。なんかぬいぐるみみたいな感じなんですけど、チャックがあって、チャックを開けると中からこんなのが出てくるんですよね。でこれに充電してあげるわけです。でこれが充電器で、これをねこうやって、
こう挟んだ状態ね、こう挟んであげて、でコンセントを挿すと、インバーターのスイッチオン。はい、そうするとね、こうやって赤いランプがついて、これで、15分経つと、もうこれが、ここがですね、中に水が入っててあったかくなるということです。はい、今ねランプが消えたので、もうあったかいです。あったかいっていうか、もう暑いです。なのでこのままだと暑いので、まずこれを取りまして、これをこのカバーの中に入れる。ちなみにこれね、モモンガです。モモンガ、いろんなバージョンあるんですよね。なんかハリネズミとか猫とか犬とか、なんだっけな、忘れたけど、このカバーに入れて、これはモコモコですごい手触りいいんですけど、これで湯たんぽとして使えます。これを寝袋の足元のところに入れておくと、もうね、これで朝までポカポカ暖かく快適に寝れます。じゃあこれで今日はそろそろ寝ようと思います。おやすみなさい。スイッチオフ。いいね、このリモコン、いいね。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。このベアーズロックの寝袋はこうやって手を出せるんですよね。あったかい、あったかく寝れましたよ。気温なんですが、外が 0.6 度、室内が 6.5 度です。あ、今外が1度になりました。月明かりがね、月が出てます。ちょっと室内の明かり反射しちゃってるけど、はい、あ、これでわかるね。はい、月明かりが出てます。もう結露で窓はびしょびしょですけども、こんな感じの朝です。はい、そしてですね、こちら湯たんぽ、すごい、この湯たんぽすごい暖かかったです。これあるとやっぱりあるかないかで全然違いますね。この寝袋の足元に入れといたんですけど、もう足元がポカポカ快適に過ごせましたよ。寒いのでガスをつけます。着火。もうつけた瞬間からあったかいです。ガスはやっぱりこの速暖性がいいですね。お湯を沸かしてモーニングコーヒー飲みたいと思います。天下、朝食はこちら、米粉入りパン、抹茶ミルク。こんな感じ、美味しそう。お湯が沸いてきましたので、ひとまずコーヒーを入れます。めっちゃ湯気上がってる。職人のコーヒーです。おお、コーヒーのいい香りが立ち込めてきました。お、こんな感じ。下の乾燥剤、乾燥剤まで切るとこだった。ちょっとね、お茶っぽい薄い緑色になってます。たど楽しい日本語。はい、そしたらね、このパンをですね、こちらちょこっと加減でちょこっと温めてやろうじゃないかということで、まあ、それでですね、こんな感じでちょっと可愛らしくちっちゃくカットしたんですけど、はい、これでインバーターのスイッチをオン。温めます。モーニングコーヒーからいただきます。あー、美味しい、最高ですね。モーニングコーヒー、焼く前のパンもこのままいってみます。うわ、結構しっとりしてます。抹茶ミルクだ、すごい美味しい。抹茶ミルクのほのかな甘みがあって、しっとりとしたパンです。うまっ。これはちょっと朝から幸せですよ。ちょこっと家電の方はどうでしょうかね。あ、だいぶね、表面がサクサクっとしてきました。もうちょい焼きましょう。いい感じかもしんない。あんまり焦げると嫌なんで、もういっかな。そろそろいってみますかね。あー、いいね、いいね。ちょっと、この感じ、これめっちゃいいじゃないですか、これ。ビジュアル最高だな、これ。では、ちょこっと家電で焼いたバージョン、いってみます。うまっ。口に入れた瞬間にふわーっとすごいいい香り、甘い香りが口の中に広がって、表面がサックサクで中がもっちもち。これはうまい。今ちょっとびっくりした。劇的に美味しくなりましたよ、これ。うわ、これやばいな。
焚き火でマシュマロ焼いたりするじゃないですか、キャンプで。あれみたいな感じ。表面サクサクで、中がもちもち。なマシュマロの場合、中がトロトロになるんですけど、これは中がもちもち。めっちゃうまい。これは幸せだわ。最高。メレメレランド、今ね、朝6時です。向こうの空にはおぼろ月が、はい、こんな感じで浮かんでますが、朝6時で駐車場こんなんですよ。満車。すごいな。連休、さすがですね。連休のど真ん中、昨日が金曜日で今日が土曜日。ずらーっとね。はい。こっちの方はずっと明るいんですけど、だんだんなんか業者さんも今搬入してますね。向こうの方から日が昇ってきてます。今ね、反対側の駐車場来ましたけど、こっちもすごいです。満車です。反対側の駐車場も満車ですね。ずらずらっと止まってます。いやー、すごい、やっぱ人気なんだなここ。というわけで、これからですね、名古屋キャンピングカーフェアの会場の方に向かいたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラム、X、Facebook など SNS もやってますので、そちらも遊びに来てください。ではさようなら。